ちどうなんでしょうかこれはなぜか拍手をするノッチ5分寝るだけで本当にウエストが細くなるのかいよいよ寝るだけエクササイズスタートこれがあの骨盤枕寝るだけエクササイズに使うのはこの骨盤枕ただ一つ本には付録で付いているが家でも簡単に作ることができるまずは2枚のバスタオルをぐるぐる巻きにしますそしてそのタオルをビニールの紐で固定すればあっという間に福寿先生特製の骨盤枕の出来上がりこの骨盤枕を使って寝るだけなのだがやり方もごくシンプルしかしここで一つ注意点が人によっては高い負荷がかかる可能性がありますので腰に痛みなどがある方は絶対に行わないでくださいそれでは115万部を売り上げた寝るだけエクササイズのやり方を大公開両足を伸ばして床に座り骨盤枕をお尻にぴったりとつく位置に置きますこの時背筋はまっすぐ伸ばします枕がずれないように両手で押さえながら枕の上に腰を乗せゆっくりと上体を後ろに倒します上から見ると枕の中心がおへそに来ていれば OK ここからポイントはたったの3つポイント1体の力を抜きお腹をへこませますポイント2足先の親指同士をくっつけハの字ポイント3両腕を頭の上に伸ばし手のひらは床に小指同士はくっつけますそして目線はまっすぐ上を見つめてこの状態をたった5分間キープするだけさらにここでも注意点最初は1、2分から始めて慣れてきたら少しずつ時間を延ばし最長でも5分また1日3回までそれ以上やっても効果は出ません起きるときは腹筋を使って上体を起こすと腰を痛める可能性があるので NG 体を横にして肘で上体を起こしながらゆっくりと起き上がりましょうすると開始から1分後これだけなのに汗かくのえあ、ちょっと鼻の下のあたりすごいうっすらと汗、うん、見えてますね本当だ筋トレしてるみたいなんかストレッチしてるみたいな、うん、ある程度の筋肉を持ちながら興奮なりなんで寝てるんで結構筋肉運動にもなってるんですよ、うん、さらに3分後頭皮がずぶ濡れです汗で本当に汗びっちょびちょで本当に一応だけですもんね結構動きがいいんですよそしてストップ5分経ちました終了ですこの時あの合わせて起きると腰痛めたりすることもあるんでそうですねそうですそうですでかい気にどうですか姿勢すごくいいですよびっくりするぐらいこうやって立つんだっていうなんかこう正常な立ち方というか、84センチだった遠見さんの太回りはたった5分寝るだけで本当に細くなったのかこの後驚きの結果が一个个性丰沛的高二女生